小泉さんはどう選挙をご覧になるでしょうかお話を伺ってまいりますけれどもあのロシア軍は苦戦は伝えられていますけれどもその程度がちょっとわからないところがあると思うんですけれどもそのまあ数ヶ月とか短い期間で戦争が続けられなくなるぐらいの苦戦なのかその辺りはどう見ますか そうですねあのロシア軍が当初意図したような勝利を収められてないってことはもう明らかだと思うんですよね、この1ヶ月間で,、はい、で特にやはり首都キーウをここまで迫りながら落とせなかった、うん、ということは大きな誤算だったんだろうと思います。で他方でじゃあそのもうロシア軍がボロボロになっていて軍事作戦ができないであるとか近い将来にできなくなるかというとやはりそうではないんだと思うんですよね。 あのー、今、ロシア軍が相当損害を出しているとは言ってもやはりまだ大規模な軍隊を組織的に活動させることができているわけですで,ですから、例えば南東部のドンバス地方の方にもう一回改めてあの再編成した兵力を大規模に進攻させるであるとか、うん、あるいはその先に改めてキーを狙うであるとか、まあ、そういう選択肢って残ってるんじゃないかと思うんですよね。ですからまあその 今、ロシアがウクライナとの交渉に応じているということがもう,こうロシアがこの軍事的に立ち行かなくなっているからだという,ような観測もあるんですけども私はこれはかなり希望的観測なんじゃないかとやはりそのウクライナの前線は認めるけれども決してそんなに簡単に楽観できる局面ではないと思っています。 なるほどそこまでもう完全に消耗しているという,ふうな見方はちょっと楽観的すぎるという感じなんですかねそれからもう一個はもしも通常戦力で勝てなかった場合やはり大量破壊兵器使う可能性があるわけですし、まあ、ロシアはその能力を持っているわけですから、まあ、その意味でもやはりままだ目が離せないいと思いますね、うんはい、であのトルコでの停戦交渉があった後ですけれどもオンラインでその行われましたで。その際にですね これはウクライナ側のあくまで主張なんですけれどもロシア側がクリミアの問題を除いてウクライナの立場を受け入れると口頭で述べたとこういうふうにまあメディアにこう関係者が伝えているとでこれに対してじゃあロシアはということなんですけれどもこの首脳会談に向けた草案の準備状況について この楽観論に同調できないとこのウクライナ側が言っていることにく釘を刺しているという、うん、ような言葉を出しているんですけれどもこれは、まあ、一進一退というかちょっと前向きかなと思ったらどうもそう進まないとこれプーチン大統領にとってネックになるのは一体どこなんでしょうか、まあ、あのそもそも今何が論点になっているかということも正確には分かっていないわけですけども、はい、例えばそのウクライナの中立化 あるいはその中立化と引き換えに提供される何らかの安全保障枠組みであるとか、まあ、その武装解除にしても完全武装解除ではなくてある程度の武装解除であるとか、まあ、なんかこういったことって。こう テクニカルななな話し合いがでできる部分なのかなとは思うんですよね。で他方でやはりそのクリミア半島に対するロシアの主権を認めろであるとか、はい、それからそのドネツクルガンスクをまあ独,立国で認めろ独立国として認めろであるとかうん、うん、やはりこれってウクライナの,その主権とか領土的一体性に関わる問題なんで、はい、まずウクライナ側は認められないと思うんですよねで代わりにウクライナが出してきたのはじゃあ15年かけてクリミアの問題を話し合いましょうってことなわけですけども、はい、これも結局クリミアが係争地であるということで 認めなけけければいななくなってしまうわけですから、うん、なかなかやはりロシア側としてはこれも認められないんだろうとで憲法の中でも領土活動禁止というふうふに一昨年言ってしまいましたから、うん、まあやっぱりこういうその東部とクリミアをめぐる問題というのがまず非常に難航するんじゃないかなと、ね、どうもそこでやっぱりは折り合えないということですけれどもね、うん、そクリミア東部が重要になってくるというお話ですけれどもその東部に関して CNN がこのように報じています。 アメリカの情報当局によりますとロシアが5月初めまでに東部などを制圧し勝利宣言を目指す方針に転じたとの,の見方を示していると、はい、小泉さん、もしこれが本当だとするとプーチン大統領は東部のどこまでを制圧したら勝利だと判断するんでしょうか。 ま,あまずはやはりこのドネツク州とルガンスク州全体は制圧したいんじゃないかと思うんですよねつまりここにいるロシア系住民が迫害されているから介入するんだって建前で始めているわけですねでさらに、もしも余力があるのであればこのドニエプル川の東岸を幅広く占拠するで、まあ、それによってウクライナにとってこの国家として受け入れがたい状態を作り出すわけですよねここからどいてほしければこういう条件をのめこういう条件をのめというような交渉力になると。 ですからまあこの東部に注力するというのはそういう狙いがあるのかなと思いますけどもさっき申し上げたようにやはりこのウクライナという国の国家主権を象徴する首都キーウここを完全に諦めたかどうかってことこは私はまだそして、そのまあウクライナなんですけれどもそ NATO 加盟はしないよとただ、その一方で安全保障の枠組み新たなものを提案していますよね。そそれれに対しそれにまあその枠組みなんですけれども あの当初言われたら、ここにロシアっていうのは入ってなかったんですが、うん、ゼレンスキー大統領は新たなそのインタビューで。ここにロシアも参加するべきだと、うん、まあ、こういうふうに言ってるんですけど、じゃ、ロシアが入るんだったら受け入れられるのか、これはどう思います。まあ、まずロシアが入らないで、こういうものを作るってことは、おそらくロシア側自身が受け入れないと思うんですよね。うん、で、ただ、ここに、じゃ、そのウクライナ側がロシアも入ってくれと言ったということは。この新たな安全保障枠組みというものは、おそらくそんなに、こう、強制力を持ったカチッとした。 あの集団安全保障体制でではないんんだと思うんですよね、うん、まあ一種のこのウクライナの安全を守る保証人の集まりみたいなことなんじゃないかと思うんですが、うん、同時にじゃあこれと別に例えばウクライナとアメリカが2国間で防衛協定を結ぶとかそういうことが含まれているのかどうか逆に言うとそういうものがなければ結局ウクライナ依然として孤立無縁なまんまなわけですから、うん、まあそういったその安全保障の枠組みといってもいろんな仕組みが 合わさったかなり複雑なものになるんじゃないかなといいううふうに感じていますね、はい、であの太田さん、そのここで加わってほしいとこう名指しされている国々、まあ、特に西側ですよねこちらも反応が気になりますけれどもどうなんでしょうかね。 そうですね。あの、G7 メンバー国として、まあ日本は西側と協働している、協調しているわけなんですけれども、日本の政府交換取材しますとですね、やっぱりこのウクライナはこの新たな安全保障を最も一番欲しがってるっていうような言い方をしているそうです。 あの、まあ、これ、ロシア、今、小泉先生のお話もありましたけど、ロシアの関与の仕方次第では、これ、場合によっては、右ニナト o プチナトウを作ることにもなりかねない。そうしますと、あの、何か有事あればですね、これ、みんなでウクライナを集団防衛しようか、いうような、そういう枠組みに発展する可能性もあるんですよね。そうしますとですね、核を持ってる、その、十分な信頼関係がないまま、ロシアとこういうものを作ってしまうと、まあ、いずれ核を持つロシアとこと構えなきゃいけない。 どうもあの一部の西側諸国はこれ若干ですね、まあ、腰が引けてる慎重姿勢だっていうふうに私聞いておりますでこの肝心の安全保障で折り合えないうちにですねまあ恐,る恐れるべきシナリオはロシアがこのまあ編入を求めるそのロシアが編入を求めるドネツクルハンスクですね、うん、これをこうプーチン氏が承認して併合を既成事実化してしまうそうしてしまいますとこれ 内戦がますますこの戦争が泥沼化してしまうということで、このシナリオを恐れる声も、あの、岸田政権内の中枢にはありますね。